幹事社の日経新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力お願いします。まず知事から発表が3件ありますのでお願いします。はい、本日発表項目でございます。1点目ですが、文化芸術イベント等開催支援事業についてでございます。新型コロナウイルスの影響によりまして、多くの文化芸術イベントが中止あるいは自粛されている状況を踏まえまして、イベント主催者がコロナ対策を適切に講じながら、音楽や伝統芸能などの実演芸術のイベントを開催しやすい環境を整備するため、新たな支援事業を開始いたします。この申請を受け付ける直接、ウェブサイトを今月20日からですね、開設いたします。支援の内容ですが、プロアマを問わずイベント主催者が会場を借り受けて、広く県民に鑑賞をしていただける実践芸術イベントを開催する場合に、会場使用料と、コロナ対策経費につきまして、上限額の範囲内で全額県が支援をするのでございます。またこの支援を受けるためには、イベントごとにコロナ対策マニュアルを作成した上で、適切な感染防止措置を講じていただくことを必須条件としておりまして、広島コロナお知らせ QR の活用など感染防止対策のポイントやマニュアルに盛り込むべき内容については、専用サイトに記載例を示すなどのサポートを行ってまいります。文化芸術は人の心を豊かにして、生活にゆとりや活気をもたらすものであり、県としても今回の制度を通じて新しい生活様式の下での文化芸術活動の維持活性化に向けて取り組んでまいります。報道機関の皆様も制度周知などについてご協力いただけるように期待を申し上げているところでございます。続きまして、 AI 移住相談システムの本格運用を開始についてでございます。広島県ではデジタルトランスフォーメーションの一環といたしまして、昨年11月26日から AI 移住相談システムアビちゃんの試験運用を開始いたしまして、利用状況の分析による改善や、東京相談窓口で蓄積したノウハウを生かすための機能を活用を続けておりまして、今般本格的に運用を開始することと発表いたしました。で、今回の本格運用に向けて、強化した主な企業が機能でございますが、AI 技術を活用して、相手によって相手を仕分ける機能、それからポイント制の導入やイベント情報のプッシュ配信、また利用者の名前を呼びかける機能がございます。このうち AI 技術を活用した回答機能ですが、これは利用者や利用者が自由記入欄で使われる単語ですね、どんな言葉かっていう、あるいは文章を AI が解析をいたしまして、移住に向けた人数や熟度、熟度っていうのは、どれぐらいこう移住する準備ができているかっていうですね、そういう意味でありますけれども、それに応じて回答を出し分けたり、利用者の隠れた人数を推察して、直接聞かれていないことを回答してですね、利用者に新たな気づきを提供するというようなものになります。この機能は、委託業者の世界最先端の AI を活用したもので、ウェブ上の行政窓口における出し置き機能の実装は全国初になると認識をしております。試験運用の開始以降ですね、現在までの登録者数17,822人になっておりまして、1日あたりの相談件数が多い日で700件を超えるというところに来ております。これは登録制のウェブ移住相談窓口としては全国最大規模だというふうに認識をしております。また AI 相談の約8割はですね、相談窓口の営業時間外であります夜から朝にかけて行われておりまして、本件の移住相談へのプライオリティは大きく向上しているところであります。AI で移住相談をした後で、
しております。こうしたデジタル技術の活用によりまして、さらなる移住者の増加を図っていきたいと考えているところでございます。それから3点目であります。広島クエストプロ野球データを用いた配置予測についてであります。広島県ではデジタルテクノロジーを活用した実証実験の場合あります広島産ホースを展開しているところでありますが、この度データ分析コンペ、といたしまして、広島らしいですね、スポーツをテーマとしてプロ野球公式戦の実データを用いた配球予測 AI 開発コンペ、広島クエストプロ野球配球予測 AI 開発コンペティションを開催いたしまして、入賞した投稿を決定いたしました。このコンペですね、全国から延べ2000人を超える、参加がございまして、で1万件以上の投稿をいただいております。で精度の高い配球予測 AI であるとか、あるいはその、それとは別にですね、カーブを日本一に導くための面白いアイデアといったような、投稿もいただいているところであります。それでこの成果発表といたしまして、10月23日、6時半から VSAI プロ野球配球予測対決と題しまして、入賞した AI モデルと元千葉ロッテマリーンズの里崎トナさんとの配球予測対決を行います。でその様子を元広島東洋カープの前田敦則さんに解説をしていただきます。これなかなか面白いんじゃないかなと思うんですけども、対決の様子はですね、ウェブ番組でライブ配信をいたします。ぜひ多くの皆様に AI と元プロ野球選手の対決を楽しんでいただきまして、これをきっかけに興味を持った皆様が広島クエストでの AI に参加いただきたいと思います。一部ではこれはですよね、アルファ5体なんとか3なんですよ、ちょっと名前は私は詳しくないんで AI ですけど、アルファ5のリアルと対決するような、リアルそのプロ野球元ですけども、プロ野球選手と、どっち側の配球なんだという、そういう勝負であります。こういった取り組みですね、これ結構楽しいイベントだと思いますけども、県としては AI の人材育成に努めて、毎回考えていますので、ぜひ取材もいただければと思っております。私からは以上でございます。この件について質問がある人は、挙手して署名を名乗ってからお願いします。なお、通訳者が通学しやすいように、質問は少しさせていただきますので、お願いします。